ナイスゲーム。そうですね。はい、まあ、勝てたんで、よかったです。結構苦しい時間帯も長かったですね。はい、そういう苦しい時間帯をいかに耐えるかっていうのを自分たちで話し合ったし、そういう点では、勝てたんで、よかったです。スバル選手自身も結構ビッグプレーが出たような感じしたんですね。そうですね。ビッグプレーっていうか、自分の仕事だし、まあ、考え方を変えるというのはそのピンチを招いていくので、そういうところを修正していきたいなと思います。じゃあそのディフェンスに関してはもうちょっといろいろ打ち合わせをしようというか、そういうのディフェンスだけじゃなくて、まあ、攻撃の部分もそうだし、まあ、全体的にまだまだ改善するところがあるかなと思います。まあ、質の試合ですけど、ね、今日の試合はまあ苦しい試合だと思うんですけど、一つ結果が出たということは言えますが、大きいと思うし、その勢いでやっていきたいなと思います。あの今週土曜日の試合がありますけど、そこに向けて一言もらっていいですか。ホームゲームなので、もっとヒヤヒヤさせないようなゲームディフェンスも攻撃もやって、勝って、こうやって明るく喋りにしたらいいなと、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。